本日2月18日はエアメールの日です。1911年の今日、世界で初めて飛行機によって郵便物が運ばれました。これはインドのアラハバードで開かれていた博覧会のアトラクションとして行われ、会場から9キロ離れたナイーニまで、およそ6500通の手紙やはがきが運ばれました。その後、定期的な飛行機による郵便が開始されました。以上、プール学院高校放送部がお送りしました。